はい、どうもさん、こんにちは、エゼッコです。それでは今回なんですけども、楽天ペイスイカ、楽天ポイントでついにチャージが可能に、今なら全額還元のキャンペーンもということで、今回は楽天ペイスイカの最新情報とキャンペーンについてですね、お題の通り、ついにですね、ポイントチャージが可能になったということでしたので、その詳細情報を含めてサクッとお伝えしていこうと思います。あと最後にちょっとしたお知らせもありますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。ということで、今回はこちらですね。楽天ペイスイカ、ポイントが貯まる、使える、スイカへのチャージは楽天ペイ。そして今回追加されたのがこちら、楽天ポイントのチャージも可能にということですね。この楽天ペイスイカのサービスが始まってから、ちょくちょくね、噂があったりとか、情報も少し上がってたんですけども、いつ始まるのかなっていうふうに噂があったんですが、やっとこのサービスが開始されたということになります。で、詳細なんですけども、上から順に見ていきましょう。まず、開始された日時なんですが、2020年の12月の9日ということになってますんで、この動画を出してるのが12月10日なんで、すでにこのサービス自体は始まってるということになります。で、もしですね、この楽天ペイスイカのサービスを使う場合は、アプリのアップデートが必要となりますので、もし利用されてる方はですね、まずはとりあえずアップデートを行ってください。で、続きまして対応する端末なんですけども、お財布携帯対応の Android 端末ということになります。もうこのね、楽天ペイスイカのサービスが始まってから、ずっと、もう今のところずっと Android でしか使えませんので、正直なところ僕は iOS、iPhone ユーザーなので、使いたいなっていう気持ちはあるんですけども、今現在は Android 端末のみということになります。けどちょっと僕は、詳しいことわかんないんですけども、iPhone の機能にこの楽天ペイスイカが加わるかっていうのは、ちょっと現実的にできるかどうかとちょっと難しいところではあるような気もしますね。で、続きまして、チャージなんですけども、こちらは1ポイント1円としてチャージが可能ということになります。で、チャージする単位なんですけども、1円から2万円まで、これも1円単位でですね、チャージすることができますんで、352円ぐらいチャージしたいなっていう時は、それに合わせてチャージすることができると。で、ここ重要なんですけども、チャージする楽天ポイントなんですけども、楽天ポイントって普通の楽天の通常ポイントと、期間限定ポイントって2種類あるんですけども、この期間限定ポイントですね、こちらに関しては、楽天ペイスイカのチャージの対象外となります。正直なところね、この期間限定ポイントの消化場所として、楽天ペイスイカが使えればもう最高みたいな感じで僕個人的に思ってたんですけども、正直これはね、対象外となります。むしろこれが使えたら永遠ともうスイカ使えますもんね、楽天経済圏の方からすると。なので対象となるのは通常の楽天ポイントということになります。で、次に提携サービス会社からの交換ポイント、こちらも対象外となりまして、実際にどんなものがあるかと言いますと、こちらに出てる通りですね、JCB カード、DC カード、オリコカードなどの提携企業及び楽天証券などの楽天グループから交換したポイント、それもチャージの対象外ということになりますので、なので期間限定ポイントプラス、今下に出てるような、これらのポイントに関しては、この楽天ペイスイカにチャージすることはできませんので気をつけてください。でですね、今回はこの楽天ペイスイカのポイントチャージのサービスを始まった記念のキャンペーンというのがですね、開始されたんですけども、これ Android 限定のキャンペーンとなります。こちら、サービス開始記念抽選で2人に1人、期間中のポイントチャージ額を全額還元というようなキャンペーンとなっております。で、それに加えてですね、楽天ペイを新規登録で漏れなく100ポイントのキャンペーンもこちらも始まってます。で、キャンペーンの期間なんですけども、2020年の12月9日水曜日の10時から、2021年の1月31日日曜日までとなっておりますんで、ちょっと長めのキャンペーンとなっております。で、実際のキャンペーンの流れなんですけども、先ほどの100ポイントがもらえるキャンペーンからですね、こちらまずキャンペーンにエントリーをして、で、楽天ペイのアプリをダウンロード。これは Google Play からインストールを行ってください。そうしまして、あとは初めてログインで支払い元を設定したら、これで100ポイントがもらえると。めっちゃ簡単ですね。で、次に全額還元のキャンペーンの流れなんですけども、まずはとりあえずエントリーを行うと。その後に楽天ペイスイカを端末上で設定をします。これ後ほど解説します。で、続きまして、先ほどお伝えした楽天ポイントでスイカにチャージをすると。で、ご覧のような画面が出たらですね、これでチャージが完了ということになりますんで、2人に1人全額還元がされるということになります。2人に1人って結構熱いですよね。で、このキャンペーンの詳細なんですけども、今ピックアップをしてますのが、2人に1人の全額還元キャンペーンについての詳細です。まず対象となるのは Android 端末を利用の方のみということになります。で、特典の内容としまして、楽天ポイントチャージの合計額に対して2人に1人抽選で全額還元がされるということですね。なので結構チャンスっちゃチャンスですよね。で、当たる上限のポイントなんですけども、1000ポイントまでとなっております。なので今回その上限が1000ポイントなので、試しに楽天ペイSuicaを使ってみて、当たったらラッキーだなみたいな感じで、ゆるい感じで参加する感じがいいですかね。で、付与されるのが期間限定ポイント。で、付与日なんですけども、2021年の3月末頃ということになりますんで、まあ忘れた頃に付与されるのかなという感じですかね。で、続きまして、この楽天ペイSuicaの設定方法なんですけども、こちら公式ページから引っ張ってきました。まずは楽天ペイの画面を開いていただきましたら、この今右上にSuicaのマークですね、このペンギンのマークが出てますんで、ここをタップしていただきます。そしたら楽天ペイSuicaの設定画面に切り替わりまして、ここにご利用中のモバイルSuicaを連携するというところをタップしていただきます。そしたらモバイルSuicaの利用規約の画面、JR 西東日本の画面が出てきますんで、ここの利用規約を読んでいただいて、規約に同意して次へというところをタップします。そしたらこれで楽天ペイSuicaの設定が完了となります。で、ここにですね、チャージ方法2つ出てまして、ポイントチャージとかチャージって出てるんですけども、今回こちらのポイントチャージっていうところをですね、タップして利用していただければ、キャンペーンに参加することができるという流れになります。結構簡単ですよね。ちなみになんですけども、この楽天ペイSuicaに関しては、今左上のようなこのマークがあるお店でご利用いただけますということですので、いわゆるその交通系 IC が使われるところであれば大丈夫と。Suica、パスモ、キタカ、トイカ、マナカ、イコカ、スゴカ、ニモカ、ハヤカ券。これらが使われるところであれば、この楽天ペイSuicaは活躍するということですね。でですね、まあ、ここまでは、まあ、正直 Android のキャンペーンだったんですけども、ちょっとですね、iPhone の方限定のキャンペーンもあります。ですけども、ちょっと条件がありまして、初めてコード QR 払いの方限定となるんですけども、抽選で5人に1人期間中のポイントとキャッシュのご利用額を全額還元というキャンペーンも開催中でございます。で、こちらもですね、まあ、流れとしたら結構似てますので、まあ、エントリーを行って、あとはコード QR 払いを行うという流れになります。なので、まだ楽天ペイを利用されたことがない方いらっしゃいましたら、これを機にですね、参加すれば、もしかすると全額還元のチャンスもあり得るということになります。まあ、そんなこんなで今回は楽天ペイSuicaで楽天ポイントのチャージが可能になりましたよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、ここ最近の僕自身の楽天ペイの使い方とすると期間限定ポイントが西友とか、まあ、福岡でいうサニーとかで対応することになったので、まあ、そこでその期間限定ポイントの消化ができるようになったのは結構個人的にめっちゃ助かってるんですよね。で、そこで使うっていうのと楽天の通常ポイントに関してはまあそんなに持ってるわけではないんですけども、なんかちょっと使うタイミングを今若干見失ってる感は若干あるんですよね。まあその楽天証券とかで、ちょっとそのポイントも当ててるので、まあそこに費やすぐらいで、それ以外に関してはあまり使ってはないんですよ。なのでね、ぜひこの楽天の通常ポイントとか、期間限定ポイントこんな風に使ってますよっていうことがあればですね、下のコメント欄にぜひ書いていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。ということで、最後にですね、ちょっとした告知だけさせていただきたいと思うんですけども、もう出てる通りですね、お得オタクの YouTube ライブ配信スペシャルということで、まあちょくちょくね、僕が Twitter とかでも、ツイートで、まあさ、告知させていただいたりすることもあったんですが、まあ今回改めて YouTube で、まあ告知させていただくんですが、これですね、まあ僕、ゆずひこと、あと、鬼丸さん、そしてしんぽいさん、まあこの3人でコラボライブ配信を行います。で、行われる場所、なんですけども、YouTube の AI-Credit のチャンネルで行います。まあ、AI-Credit に関してはね、ずいぶん前に僕のチャンネルでもアプリの紹介をさせていただいたことはあったんですけども、今回はそちらのチャンネルにてコラボライブを行うということになります。で、配信される日程なんですけども、本日が12月10日なんですが、そこからまあ、あさってですね、12月の12日土曜日の夜19時から21時、の間に行うということになります。まあ正直結構ね、僕自身もめちゃくちゃ楽しみにしてるライブ配信にはなりますんで、まあこの限られた2時間の間でね、この3人でいろんなまあお得に関すること、キャッシュレスとかポイントのことについて喋ったりとか、あと事前にいただいた質問もありますんで、それに答えたりとすると思いますんで、結構充実する2時間になるのかなというふうに思います。一応ですね、概要欄に今回まあお邪魔させていただく AI-Credit のチャンネルも貼っておきますんで、まだ登録されてない方いらっしゃいましたらですね、こちらもチェックしていただければなと思いますということで、ありがとうございました。